カビールはインドの宗教改革者。カビール、弟子と共に、生没年は、はっきりしないが1440年誕生1518年死亡説が有力である。はっきりしているのは、彼がデリー・サルタナット王朝のスイカンダル・ローディー王と同時代の人であるということである。なぜなら彼はこの王に初めはうとんじられたが後に、皇遇されたという伝承があるからである。 またこの時期なら、宿教のグルナーナクと出会った可能性もあり得る。バラナシー郊外のラハルタラーラブイに捨て子されて、いたのを不可食先民の織物校で、イスラーム教徒のニールとニーマー夫妻に拾われて育てられる。彼も織物校として一生を終える。彼には、学歴がなく自学問で諸宗教科に尋ね回り、ヒンドゥー教とイスラム教の影響を受け、カースト批判や、 一神教等の思想を広め宗教改革者として有名になる。彼は二つの宗教を接置したのではなく、諸宗教の本質を追求したのである。一説には、ラーマーなんだの弟子であるという説もある。宿教のグルナーナクへも強い影響を与えている。ダードやニランジャンというような人も、カビールの影響を受けている。バラナシーのカビールチャウラというところに、カビールパント教団があり、 信者は低カーストが多く50万人ほどいると思われる。再退していたかどうかは意見が異なり、教団では独身説を主張している。カビールのカマールとカマーリーという二人の子供については、それは養子として迎えたのだと主張している。この件に関しては、一般的には彼は再退して織物校として家庭生活を送っていて、 時間の余裕のある時に瞑想をして、神秘主義者となったのではないかという主張がなされている。寺院の中には、カビールの履いていたサンダルが祀られている。ニールとニーマーの墓もある。ラハルタラーラブ池にも小さなホコラと教団の番人がいる。文盲のため彼の言葉は口述引きされ、ビージャクという教典がある。日本語訳も存在する。タントラの影響が感じられる。 信者は首にトルシーの好みをつけた紐をぶら下げている。寺院で教わる、瞑想の仕方は星座で座り、膝の上に握り拳を置き、ソーハムという言葉を繰り返して唱えるというものである。ソーハムは、ウパニシャト教典の有名なサンスクリット語であるから、ヒンドゥー教の影響が感じられる。入信の際には、この葉と水を一緒に飲み込み、グルに、サーヘブ・バンダギーと唱える。 サーヘブ・バンダギーの意味は、ヒンドゥー教の僧侶ですらわからないほどのものであるが、サーヘブは、サーヒブの名前であろうから、様という意味であると思われる。バンダギーの意味は不詳である。バンダは、締め付けるで、ギーは声優の意味であるがこれでは、意味が通じない。1976年頃のグルはグル、アムリトダース・サーヘブという人物だったが、高齢だったので今は変わっているものと思われる。 次のブルはガンガチャランサーヘブという人物だと言われている。カビールの思想の後への影響は大変大きなものだったが、カビールパント教団は、宿教のようには拡大せず、影響力は小さいと言わざるを得ない。それでも全国に支部があり、マグハル、チャッティスガル、ムンバイ等十数カ所ある。カビールパント教団には謎がある。カビールが死んだ時に、 ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒とが言いいを奪い合ったという話が残っていることからして、その当時すでに二つの宗教に分裂していたと思われる。カビール・チャウラはヒンドゥー教系だったが、ラーマクリシュナ・ジーバンダルカルチョ、ヒンドゥー教によれば、ゴーラクプル地方のマグハルにはイスラーム教徒が管理するカビール・パント教団があると書かれている。これについては不明である。カビールの教えは、 革新的なものであったが、今日では、ラーマクリシュナジーヴァンダルカルの言葉によれば、ヒンドゥー教のビシュヌ派の一派と思われているようである。ありがとうございます。